エドムンド・ソーサは、パナマ共和国パナマ市出身のプロ野球選手。ウト右ミギ MLB のセントルイス・カージナルス所属。2012年にアマチュアフリーエージェントで、セントルイス・カージナルスと契約して、プロ入り。2013年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・カージナルスで、プロデビュー。47試合に出場して打率。314、3本塁打。 27打点、7盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルスと A-9 ステート、カレッジ、スパイクスでプレーし、2球団合計で55試合に出場して打率、274、1本塁打、23打点、8盗塁を記録した。2015年は、アパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティ・カージナルスでプレーし、 49試合に出場して打率。307本塁打、16打点、6盗塁を記録した。2016年は A 級ピオリアチーフスと A 級パームビーチカージナルスでプレーし、2球団合計で97試合に出場して打率。273本塁打、34打点、5盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、 ピオリア・ハベリーナズに所属した。11月18日には、メジャー契約を結んで40人枠入りした。2017年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルス、A 級パーム・ビーチ、A 級スプリング・フィールド・カージナルスでプレーし、3球団合計で58試合に出場して打率。288、1本塁打、16打点、3盗塁を記録した。 オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2018年、マイナーでは A 級スプリングフィールドとトリプル A 級メンフィス、レッドバーズでプレイし、2球団合計で123試合に出場して打率。270、12本塁打、59打点、6盗塁を記録した。9月23日にメジャー初昇格を果たすと、 同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは3試合に出場して2打数無安打だ,だった。ありがとうございます。